コンメディアデラルテコンメディアデラルテは仮面を使用する即興演劇の一形態。16世紀中頃にイタリア北部で生まれ、主に16世紀頃から18世紀頃にかけてヨーロッパで流行し、現在もなお各地で上演され続けている。コメディアデラルテとした日本語表記もある。コンメディアデラルテの起源は、一説では古代ローマのアテルラナではないかと言われている。 アテル・ラナはコンメディアでダルテのようにストックキャラクターを用い即興演技によって行われる風刺喜劇だった。カトリック教会が演劇を抑圧していた500年ほどの期間にアテル・ラナは他の様々な演劇のスタイルと共に歴史の表舞台から消えてしまう。その間、旅回り芸人のスタイルとして残り民衆の中で上演されていくうちにゆっくりと宣伝されていき、 ルネザンス以降にコンメディアでラルテとして世に現れたとも考えられる。だが、記録上の確証はない。コンメディアでラルテでは、俳優たちが累計的なキャラクターをユーモラスに演じる。そして、類型的な状況設定をベースに、即興的に物語を展開していく。初期のコンメディアでラルテの一座は旅回りをし、屋外に設置した簡易舞台などで上演した。 後には常設舞台でも上演されるようになった。上演内容には時事問題や集文などの話題の出来事や上演場所の地域色が積極的に取り入れられた。コンメディアでラルテは観客を楽しませるために様々な手段を使った。演技は誇張され、やがてラッチと呼ばれる独特の笑いのテクニックも編み出されていった。時にはパントマイムやジャグリング、 アクロバットなどの身体表現も交えて演じられた。スラップスティックのような小道具も観客を笑わせるために用いられた。女性が演劇をすることがありえなかった時代に女優を舞台上に登場させたことも特筆に値する。また、職業俳優集団の最も古い形態とも言われている。コンメディアでラルテは発祥の地のイタリアのみならずヨーロッパ各地で 幅広い層に受け入れられた。イギリスのシェイクスピアやフランスのモリエールなどの劇作家にも大きな影響を与えた。また、オペラブッファの諸作品やレオン・カワドのパリアッチ、リヒャルト・シュトラウスのナクソス島のアリアドネ、プッチーニのトゥーランドット島、シナリオや劇構成にコンメディアでラルテの要素を取り入れたオペラ作品も数多い。現代においてもコンメディアで ダルテの手法は継承され続けている。また、コンメディアでダルテの方法論を研究し、俳優の訓練法や上演に活かそうとする、現代劇の実演家、実演団体も存在する。4人の紳士とピエロコンメディアでダルテの登場人物は、それぞれ特有の名前を持ち、性格、服装、仮面、演技スタイルなどに類型的な特徴を備えている。 例えば、パンタローネはあのげを生やした年寄りの商人で、偉そうな態度を取るが騙されやすく公職。カピターノは、軍人で、戦いの自慢話ばかりするが、臆病者、といった具合である。こういったキャラクター群は、ストックキャラクターと呼ばれる。ストックキャラクターから選んだいくつかの登場人物を、俳優たちが演じ、不倫、嫉妬、老いの悩みや、滑稽さ、 恋愛などを題材とする類型的なシチュエーションでの物語を即興的に展開していく。こうした決まりきった役を予定調和的な見せ方で演じるという特徴は観客のキャラクターに対する理解を早め純粋に俳優の演技を楽しむことに集中させるという利点を持つ。俳優の側としても仮面と衣装をつけることでその役になりきりやすくなるという利点があるが、 技術的には奥が深く、習得には修練と経験を要する。多くの場合、俳優は特定のキャラクターを専門に演じる。以下にストックキャラクターの代表例を挙げる。これは類型的な説明に終始しており、時代や一座や物語の内容などによって設定が異なる場合がある。例えば、コロンビーナは誰かの恋人役で現れることもあれば、 一つ麻薬で登場することもある。コンメディア・エルディータは、コンメディア・でラルテと同じく仮面をつけて行われる喜劇である。しかしコンメディア・でラルテが即興で行われるのに対し、コンメディア・エルディータは、擬曲をもとに演じられる点が大きく違う。ありがとうございます。